なあ、キリエ。ん？一緒にこの街を脱出しないか。何それ、駆け落ち？君は何も感じないのか。最近やけに渦が多い。ええ、そうね。それに風までもがやけに渦を巻き上がる。うん。親父が変になったのもこの町のせいだと俺は思ってる。え？親父は最近は会社へも行かず書斎に閉じこもって、溢れ返った渦巻きを一日中ただひたすら見つめているんだ。そうしている時の親父の目は、ぐるぐる回っているんだ。左右別々に。しかも異様に滑らかに。左右の目を別々に、ある日の夕食の席では、味噌汁にナルト巻きが入っていないと怒り出して、とにかく渦がなければ気が済まないんだ。風呂でも必ず渦を作るらしい。笑うのも無理ないさ。実際に見ないとあの不気味さはわからない。あ、もう5時。嫌な音だ。俺の耳の中をかき回しやがる。あの陰鬱な海、邪悪な黒い灯台、陰険な山々、この街並み、全てが俺の神経を引っかき回す。